私の彼氏はあの漫画がとにかく好きすぎるやつだったんです。わりわり、高橋くん遅いよ、映画始まっちゃうよ。ね、電車でさ10巻読んでたら三茶で降りるの忘れちゃって用語まで行っちゃった。ワンピース読んでて駅過ぎちゃったの？いやだって今ジャンプで魚人島編やってっから、今改めてアーロンのとこ読んどかないとヤバいっしょ。いやもう読み終わるから、ちょっと待って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 、 SBS は飛ばすから、ちょっと待って。ねえ行こうよ、間に合わなくなっちゃうよ。いや今日さ映画やめて、まあ買い物か思い切ってハウステンボスまで行っちまうか、まあでも俺ちょっと買いたいんだよ、買いたいの買いたいの。見苦しいハンコックのフィギュア、わらわら。ワンピースのフィギュアだったら一人で行けばいいじゃん。今日は私とのデートでしょ、映画行くって言ったのに。あれ、いやその服ちょっと立ってみて、立ってみて。おいっす、ワンピースでしょ、ワンピースつながりで行くとは。待って伸びちゃってるし、これほらゴムゴムの実食っちゃった。あてかあてか、あげよう、してよ、なんねえな、なんわけねえな、ワンピースの話ばっかり。うん、ごめんごめん、私が貸した DVD の感想とか全然言ってくんないし。あー、あれでしょ、Life is beautiful。 うん、うん、見た。え、ほんと？うん、見た。あのラストシーンよくない？戦車が迎えに来た時とかさ、私も。いやでもね、17巻のラストはもう100倍300倍泣けるよ。冬島で桜、まあ桜に見立てたっていうかな、雪がピンクに染まってこうバーッて雪、もうワンピースは、ワンピースはいいって言うの。ごめん、本当に私のこと好きなの？いや好きだよ、愛してるし本当に。じゃあさ、私とワンピースどっちが好き？そんなこと決まってんだろ。俺の中で1番がルフィ、2番がエースで、3番がシロヒエ。でもその中で7はルフィとエースの間で1位じゃねえか。ちょっと待てよ、喜べよお前、エースより上だぞ。B と D の間分かれる。なんでもうやってられない、分かれましょう。え、なんでなんで、ちょっと待って、はい、待って、本当に本当に帰って、ちょっと待って、ねえ、いや待てって、さようなら。なんなの、ナナさん。いや別れるけどさ、別れるけど俺とナナはずっと仲間だからな。